おはようございます。私の方から1点ございまして、昨日の官房長官の会見においてですね、菅長官から2019年 G20 サミットにおける関係閣僚会合の開催地に関しまして、農業大臣会合を新潟県新潟市で開催するとの発言がありました。 G20 は G7 に加え、ブラジル、ロシア、インド、中国などの経済成長が続く新興国がメンバーとなっておりまして、 G20 参加国の農産物貿易は世界の 80% を占めているということであります。 G20 の農業大臣を招いての会合は、持続可能な農業の振興等の地球規模での課題解決に向けて、我が国が主導的立場で発信をするとともにですね、我が国の農業、高品質な農産物をアピールする絶好の機会でありまして、今後の輸出促進においても大きなステップになるものと考えております。また新潟市は日本有数の米どころであるとともに、革新的な農業に熱心に取り組んでおります。そして2010年には APEC 食料安全保障担当大臣会合を、2016年には G7 農業大臣会合を開催した実績もありまして、私としても農業大臣会合の開催地としてふさわしいものと考えております。今後地元自治体はじめ関係者と協力をしまして、実りある会合になるよう準備でまいりたいと思います。私からは以上でございます。産経新聞の、産経新聞と申します。まず新年度最初の会見ということですね。今年度の重点的な課題と、それにこの目標達成に向けた意気込みをお願いします。まずですね、ご案内のように、予算が成立をいたしました。この予算の中にはですね、農林水産業に従事する方々が待ち望んでいる予算がたくさん あると思います。この予算が目的に沿って、しっかりと現場で、実りある形で実行にされるようにまず努力していただきたいと、それから法案がですね、今年はたくさんありますので、この通常国会の中で、この法案を農林省を提出して法案は全て、通るようにですね、していくというのがですね、私の今当面のやめることと認識しています。もう一点、はい、昨日ですね、中国がアメリカの輸入制限に対する報復措置に踏み切りました。そうですね。こうした火種が日本に飛び火すると農産品にも影響が出ると思いますが、この動きをどう見てらっしゃるのかということですね。やはり貿易戦争というのはやっぱ回避したいというのが、各国の思いとしてあると思うんですけども、その中で日本はどのようにどのような役割を果たしていくのか。今般のですね、米国の鉄鋼等に関する米国通商拡大法第232条に基づく措置、これに関してですね、4月2日付で中国政府が米国から中国に輸入される農産品を含む128品目について追加的な関税を付加するということを公表したわけであります。私どもとしては今後ですね、どういう展開になっていくのか、中国の対応を含め、アメリカがどういうふうに反応するのか含めて、動向を注視をしていくということに尽きるんだろうと思っておりますが、こういう形でですね、関税の引き上げ競争が行われるということは、世界の貿易数にとって、決していいことではないと思っておりますので、いい解決をしていくということを、望んでいるというのが、私の立場です。幹事から以上です。東です。2018年3枚についてです。高原市内では需給が緩む可能性があって、その時の対応として買い上げを求める声が、一部で上がっているかと思うんですが、それについてどのように考えるのかというのが言って、思って、あと備蓄米に米が余らないという情報を今、もし細かい数字なんですけど、どう聞いてらっしゃるのか。ですね、まず前者について申し上げますと、過去3年間ですね、
皆さん大変努力をされて、生産達成量目標はですね、達成をされて、いるわけでありますので、皆さん方のこれまでの努力というのを私は大変高く評価をしたいと思っておりますし、今年の先付けを見てみましてもですね、皆さん努力をされるということが伺えるので、私はそれをですね、皆さんの努力を信じたいと思っております。それに加えてですね、主食米の生産を、安定させるということと同時にですね、飼料用米の方に対する支援をしっかりさせていただきますので、主食用米の生産と、それからその、飼料用米等戦略作物のですね、生産によって水田は維持されているということで、農家の所得というものもですね、安定をしていくと思いますし、さらには何かがあって、収入がですね、変動するようになれば、慣らし対策が収入を増えるという、セーフティネットもあるということで、こういう中でですね、安定した生産が行われることが、私ども政策として推進しているところでありまして、で、いきなり買い上げるなんてことをしますと、もうまさにそれはモラルハザードとなって、全てが崩壊するということにもなりかねないので、考えていません。それから備蓄米の動向につきましては、今ちょっと手元に、細かい数字は持って、おりませんけれども、30年産備蓄米の、政府会で、入札については、3回入札実施して、それで買い入れ予定数量20万トンに対して、現時点までの落札量は11万6000トンとなっているところで、4回実施をしておりまして、20万トンの買い入れ予定数量に対して、落札数量は合計でですね、11万7000トンということで、予定数量の 59%というのは現状であります。繰り返しになりますが、1月現在の30年産米の作付量を見ますと、29年産米に比べてですね、備蓄米については、29年産米の需給及び価格の状況を踏まえて、どの用途の米をどの程度作付けするかを慎重に検討している産地が多くなっていることから、多くの産地で、この備蓄米については減少傾向となっているもののですね、主食用米については都道府県ごとの増減はありますが、全体としては大きく変化する状況にはないということでありますので、我が所としては平成30年産米の備蓄米の入札を引き続き実施をして、買い入れ予定数量の確保に向けて取り組むとともにですね、需要に応じた生産販売がより一層進められるよう的確な情報提供をしっかりしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、すみません、NHK の藤谷と申します。GI 地理的表示のことで伺いたいんですけれども、不正ですね、日本で GI とされているものが中国などインターネットなどでですね、不正にこう売られていると、そういったような事例がかなり多くなっているという調査結果がどんどん出たみたいなんですけれども、ちょっとこのあたりのですね、GI の本来の趣旨ということから考えてどう見られるかとか、あったりさせていただきますでしょうか。GI のそもそもの趣旨はですね、まずは国内でですね、しっかりそのブランドを確立するという意味があるのと同時にですね、それをその国ごとに、相互に承認するような仕組みを作ることによって、他の国でも適用が行われるようにですね、していくということに尽きるわけでありますので、他の国との関係でその相互にですね、認められるようなことを一つの国と進めていくというのは基本なんだろうなというふうに思っております。それにその認められていない国で侵害が起こったときは、なかなかその対応のしようが難しいなと思いますけれども、そういうことがないようにですね、情報提供、それから、そういう国とも交渉ですね、進めていくということではないかなと思います。すると、まだ結んでない国に関しては、違法って形では言えないにしても、そこはちょっとうまく交渉というか、情報提供という形で代用するというか、それは具体的に一件一件、ものによって違うと思うので、その時その時、
その案件に応じて対応していくということなのかなと思いますけれども、まあ、きちんと守れる国内法を使っていただかないと困るということも前提としては、まあ、ございますね。やっぱりこういう状況、普通ないとはいえ使われていることは遺憾とかどういうふうに思いますか？それはある種の不適財産権の侵害と受け止められても仕方がないとなると思いますので、まあ、遺憾ではありますけれども、どう対応するかは別だけです、ね。日本の吉村です。備蓄米の話なんですけども、はい、産地側の声を聞くとですね、主食米が上がっている中で、まあ、備蓄米にも出したいんだけれども、その落下価格がなかなか産地の希望と見合わないという声が多いんですけれども、そこはどう思いますか？まあ、強制をすることはもちろんできないわけでありますので、今後の入札の中でですね、様子を見ているということになるわけでありますけれども、まあ、直近の米の生産コストを見てみますと、28年産米の60キログラムあたりの生産費を見ますと、まあ、家族労働費込みで全農家平均で1万4584円と、で大規模な15ヘクタール以上の農家では1万901円となっていまして、でまた28年産米の相対の取引価格を見ますと、60キログラムあたり1万4307円となっているので、まあ、流通コストを差し引いたとしても、少なくとも大規模層の担い手においては、この、まあ、生産コスト割れの状況にはなっていないということであります。まあ、こういうことを考えるとですね、ご指摘のように27年産の政府米備蓄米の政府備蓄米の落札結果である契約平均単価というのをですね、まあ、単純に当てはめることはできないんですけども、まあ今後30年産米においてもですね、まあ、きめ細かい情報提供をしながらですね、この備蓄米についてもですね、目標を達成できるように努力をしていくということに尽きるんじゃないかなと思っております。